来たわ最後。行きましょう。決めちゃうからここで。マクス。ユアメガさんありがとうございます。ちょっと待って。え？すげえやついる一人。すげえやつ。すげえやついます。ほん。気づかれないですか。え、すげえやつ？すげえやついるんですよ。ああ、そういうこと？そういうことね。あのトナカイね。トナカイの子が、トナカイの子が常に上上行ってるタイプね。あ、ここ板ないパターンね。しかも珍しいキラー来たわこれ。あ、ここ板ないパターンね。あら、まさか。はい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 。やっぱ最後やっぱ弱音とか来ないとやっぱね、最後にふさわしいこのスタートが。あー、あマジで最悪。ゴッド？はーい。あ、マジでこれ最悪。ちょっと待って。まさか。最強の板をもう使いました。私。もうどこかわかんないけど、とりあえずいいわ。いただく。え、なんでこの板倒れてんだ？え？まさか？なんであの板倒れてんだ？弱音の子がなんかしたとか？いや、なんか。あれ、弱音の子が？まさか？まあでもそんなことないですよね。いや、あれ弱音。ちょっと怪しいかもしれないですね。いや、まだまだいけるわ。まだ1台ついてるからね、やっぱ。まだいけるわ。弱音が釣られて、まだいけるわ。弱音自殺してる。弱音ね、なんかやっぱちょっと様子変でしたね。弱音の自殺を止めました。弱音が自殺しようとするから止めなきゃ。あ、弱音やっぱ様子変っすね、多分板を倒したのも弱音だな、あれ。まさか。あ、弱音変なことしてますわ。まずいわ。またとんでもないラスト。ラストが。弱音絶対自殺するから。弱音を自殺させない。私は弱音を自殺させない。弱音自殺しちゃうから、あの子。でも生き延びてますね。もう私がかましてきたんで。なるほどね。まずいわ。もうでもこれはしょうがないよ。なんか、あ、弱音がまあこれでももう逆にね。ああ、ちょっと板とか浪費されるんだったらもうとりあえずメッシュした方がいいみたいな。あれ、これちょっと終わってしまうけど。初めて会ったな、あんなタイプ。稀にいらっしゃるわ。あ、そうなんすね。やっぱすぐ自殺するみたいな。そう、だから板をもう使っちゃうっていうパターン初めて見ました、ね、あ、それはでもあったの初めてかもね。え、なんかそのいるとは聞いたことあるけど。あ、そうなんだ。そうでももう3台までまだ来てるんで。ですね。まだあるから。あ、結構ちゃんとした板とかもうないってことじゃ。あの重機はまあ速攻ず倒れてました、ね。重機なかったわ、重機。これはまずいわ。いや、こっからでも3人でね、やっぱ。でも、お芋すくったらいいことないから、俺はすくうのやめようかなと思って。バレてる？バレちゃってる？お芋すくったら死亡説バレちゃってる？いや、これでも結構苦しいわね、俺。え？
苦しい。でも3人で頑張ってる。そう、結構頑張ってるけど。あ、すごい、これがゴッドの力。頑張ってはいますよ。そうね、これちょっとどうにかしないと。まだ諦めるには早いよ。いや、もう信じてますよ僕は。ドワイティがすごい頑張ってくれてナイチェですね。うん、これはいけるんじゃない、いけるんじゃない、これ。おお、ナイス。ああ、ナイスです。これはなかなか厳しいですね。はい、そうですね。まだいける、まだいける。まだいけるわ。これね。はい、こんばんは。ゴッドがなんか追われてそうな雰囲気出てたわ、今さっき。これは神のチェイスが出ちゃうわけね、ここで。もうここの勝ち筋あるとしたら、お芋以外が追われるっていう、そこだからちょっとお願いしますね。ゴッド、ゴッドもうまだ全然あるわ。いや、こう、やばそう、やばそう。自滅しちゃうかな。なんで場所割れたのこれ。あ、やばい、お芋割れちゃいけないって。お芋が割れちゃいけないってあれほど言ったのに。やべ、詰まってる。お芋お芋助けに行くしかない。ちょっとまずい。お芋が追われと持たない。まずいわ。いや、まだある、まだある、まだなんとかある。あ、ナイス結束。お芋、そう、お芋ちゃんとこういう使えるパークも持ってきてるから、たまには。これはまずいわ。追われてんのかな、あれ。お芋助けるといいことないんだよな。お芋助けたら死亡するっていう前例がちゃんとあるから。いや、ここはただあの子が頑張ってくれてる間になんとかするしかないわ。お芋回復が、お芋回復してる。あっ、これはちょっと、そうね、発電、鬼発電しないと。これはあの子うまいわ、やっぱうまいですね、さすが。あ、うまい、よく決められるわ、そんなね。これでもお芋じゃねえや、この子そこでダウンしたらやばい。そうそうね、ちょっと。オッケー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 、ありがとうありがとうありがとう。しかもちょっと偏ってるのね、発電機もね。これ防げたの、でかいダウン。あ、すごい、何それ、鬼壁。あー、これやばいか。あ、でも深手を解いてるってことは、これはゴッドが、ゴッドゴッドダメかー、ゴッドー。いや、でもそっち側しかないっすよね、発電機多分。いや、そう、こっちにも1個あんのか。2台はここだけどね。そうっすよね。
2台はここだったけれども、いやこれでもいいのついてんだわこの子。これはこれはちょっと、いやいい勝負、まずいわこれは。何このいい勝負でもここ一人落とされたら本当にヤバそうよこれ。そうっすね、お芋狙われたらダメなのよこれ。お芋き、いやーちょっとお芋禁止なんだけど、お芋、お芋禁止なんですけど、お芋すいません、お芋禁止なんですけれども、お芋を引き継ぐか、危ない、お芋禁止されてますけれども、行こうかな、あもうなんともならなさそうな雰囲気。おいもおいもおいも、あと1分、あと1分おいもあと1分あと1分、お飛んできた、え、いや飛ぶフェイントか、飛ぶフェイントでした、ね、おいもおっと、これはどうなんだこれは、もうここで、あーこれはこれはちょっと厳しい、救助、あの子言っても一釣りだけど、いやでもどうかしらこれは、え、いやこれまずくね、あ、ナイス、これはまずい、これはまずい、なんかよくわかんないけど生かされたわ、頑張れこれはもう慈悲が与えられたわ、まあ、あの子ぐらいよ釣られても大丈夫なの、あとはもうダメよ、あー、ゴッド、ゴッドがやられるとこれはいよいよ、いやこれはね私に来ないっすね、あら、ちょっとラストっぽい感じ、いやすごいね一回、しかも、うん、一回おまけくれ、3対1っていうだからフレディも一回おまけくれたんじゃないかぐらいの、確かに、あれ釣ってたらつけられちゃうと思ったのか、それとも慈悲なのか、でも結構ね意外と回ってるんでね、そうね、あーいいねいいね、フレちゃん、お芋行きます、この後どうなるんだこれは、どうなりますかね、どうなるんだこれは、あー離れちゃった、お芋大丈夫かそれ、え、お芋間に合うか、お芋が、お芋お芋が間に合わない、お芋はもう間に合わない、お芋頑張れ、あ、お芋頑張れ、あ、逆逆逆お芋、ここ開けようとしたらどうする、あー、お芋最後はお芋らしいミス、これやだ、危ねトナカイの子、弱音に執念の対象ついてたわ。